今日はかなり過酷だったと思うよ、この雨の中。多分距離も結構歩いてるんじゃねえか。帰ったらお尻ペロリしてもらいましょう。何言ってるの？誰に？卵が。もう助けて。ダメだわ、強すぎるわ雨が。ちょっとやばいわ。ちょっと助けて。嵐来た。いつまぼいらっしゃい。頑張れ、あと少し。ああ、ありがとう。つらい。いや、タブケーターリュックしまって、もう手に持ってないんだよ。だからナビが見れないんだよ。でもまっすぐはまっすぐなんだよ。まっすぐは。あとどれぐらいあるか。ずっとまっすぐ。あとホテルまでどれぐらい？豊川ビジネスホテル。いるもんある？いや、ない。いや、もうちょっと先行かないとないホテル。いや、そんな助けてって言わないから。1時間に1回ぐらいしか行ってないから。かっこいい？どうしたの？ちょっと前にバレちゃう。好き？俺のこと。匿名さん今多分二日酔いで寝てるから。好き？匿名さん。いや、匿名さんに聞いてるの。いっぱい大好き？ホテル来る？今日。匿名さん。こっそり。こっそり来る？行く？うん。じゃあちょっと DM して。今日ぐらいいいやろ。こんな頑張ったんだから。いや、いいでしょう、こんだけ。こんなクソ雨の中やったんだで。ご褒美あっても。冗談でもやめた方がいい。すいませんでした。匿名さん、冗談です。すいませんでした。冗談言うとまた中出てきた。ナイス取り消し勢がね。
よし、よし、着いた。迎えに、いや大丈夫、ごめん、何それって何回言うの、もう3回ぐらい言ってない、分かったよ、たまにさ、あの30分ぐらい取り消しするごめんとか言ってるやついるんで、何回同じこと言うんだろうなと思う。今や腹減ったな、いやもうトツいいよ今日は、もうトツやめて、もこんな雨の中は無理よ、もう立ち止まれる余裕もない、もう寒い。黒田屋ってラーメンあんだ、俺結構一途だからね、美味しいとこしか行かないからね。でもこれご飯タイムってこんなベタベタでさ、さすがに店入れんよな、どうする、先にお風呂だよね、服着替えないとな。黒田屋うまい、みんなうまい、何系、何系なの、豚骨、うどん、靴もベタベタよ、握手、いやもう無理、明日にして、何日後に、いや今日豊橋でしょ、で明日どこまで行けるの、地理詳しい人、明日から3日とかじゃないの、2日で行けるかな、ワンちゃん2日で行けるか、まあ3日かかるよな、明日どこまで行けるんだろう、蒲郡は行けるでしょ、70キロぐらい、3日かかるね、2日かな、3日かな、最終日一気に歩こうか、残り明日もちょっと頑張って40キロぐらい残して最後一気に歩くかな、ことや、飯屋入れんぞ、飯屋なんてサビサビ寒いからな、明日天気は、コンビニも寄らないぞ、明日天気雨、まあ明日もひどいの、もうかんな、明後日は、鼻毛ちゃんからです、ちょっと鼻毛に無料アイテム投げてあげて、毎日日課で、もうスポンジ外した、雨、3日後も雨なの、いや、梅雨前線復活、何、梅雨が始まるってこと、梅雨じゃないでしょ、梅雨って8月じゃないの、
梅雨って季節いつ？よし、梅雨終わったの？終わったんだ。全然わからん。もう少しかかるな。頑張って。6月なんだ。すみません、無知で。梅雨戻りっていうのがあるんだ。すごいこれ。チャプチャプしてるもん。だいぶ降ったんじゃない今日。大雨頑張ってるね。誰だこの子。メガホンあります100個。ありがとう。ああ、せんちゃんね。はい、まあ大丈夫よ。デブだし。デブなんで。ぐらいね。あ、ありがとうメガホン。何笑っとん。ホテル前に寿司焼いと。ホテル前の寿司。またずれが痛えわ。しみるわ雨で。またずれが一番痛い。とつもうダメ。明日にして。いやもうちょっと余裕ないんだ。8時か。あと何分で着くの？まだ 2,3 時間歩くの？まだかかる。高級車は2600円です。ありがとう。かさぶら取れちゃった。100個あります。親分が褒めてた。感動するね。いや、みんなもなんか無理そうでも頑張ってみてね。無理しなくてもいいけど、何かあったらね、辛いことがあってもまあ頑張ってみてよ。乗り越えてみてよ。大変だろうけど。どこに？豊川のホテル。頑張らん。乗り越えよ。一歩踏み出せた。いやーマジで痛い。痩せてる人って股ずれしないのかな。もうガニ股で歩いてる。しないのか。ジェロマンに会いたいよ。寝かまでしょ。するしたことない。やっぱデブなのかな。会いたいよとか思ってねえだろ。
寒さに弱い。メカマじゃない、いやそういうわけじゃないけど、メカマでしょ。会いたい会いたい。明日行く。うん。コウタンに会いたいよ。もう匿名さんのアピールがすごい。ちょやめてね、あんまり。メガホン100パレン。ありがとうございます。サイレントブロックしちゃった？してないよ。なんてコメントしたの？間違えてしちゃったかも。ね、サブアカできたの？507号なんてコメントしたの？ナイスポチャレアンス。会いたいです。本当だよ。そうなの？何歳なの？何歳なの？41歳。あの、機会があったら会いにおいで。うん。ね。アイドル一らしい。46歳。数ヶ月、うん、そこで笑うのは失礼。いやいや、40何歳と3ヶ月とか言えるじゃん。数ヶ月とか。36、同い年だよ。013、探偵業してるね。何か困ったら言ってください。浮気調査、身元調査など。おいくらぐらいですか？はい、おいくらぐらいで。まいちゃんの浮気調査おいくらぐらいで。はい、明日で45。おめでとう。明日おいで、おめでとう言ってあげるから。若く見える。そうだね。いや嫌いじゃないけど、たかしやっと。うん、お風呂入ったからもう行けないけど明日。うん、出会い系ですか？違います。はい、リスナーの特定など。浮気調査は1、10、100、1000万、9万円。高いな。探偵高いもんな。うん、あの結構です。はい、うわ草がもう最悪だ。これ美顔ついてない？これ美顔ついてるな。
くっついてるよな。もう美顔つけようかな、顔がひどいから。美顔でも最近のなんか美顔って分かりやすいよね。美顔って一発で。ちょっと通ると思いますよ。新パパはお嫌いですか？シングルパパ？いやすごいんじゃない？ちなみに俺もおばあちゃん子だよ。お母さんいなくて。親父に育てられましたよ。いや傘差してない。もう左手塞がってる。うわやっと町来たぞ。俺のふるさと。ああ愛知の匂いがするわ。俺の地元は名古屋。悪いやつは大体友達。今日は夕立ち。今日は BGM 欲しい。疲れたぞ。もうダメだ。今日ここ最近一番頑張ったんちゃう？どう？みんな今日歩いたんじゃない？火山聞きたい？あと1時間。今日ずっと歩き続けてね。休みも大事。いやゴールしてちょっとゆっくりする。何ゴロ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 。雷か。あ花火じゃね。みんな花火じゃないか。花火だみんな。ちょっと見えた今なんかボケてる焦点がラグーナ花火。見えた一瞬。もう上がらんかな。もう上がらん。見えたよね一瞬。終わった。花火花火もう一発行けやドカンと。もう終わり。マジか。どん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 行ってたんだよ。なんだろうな雷かなと思ったら花火だった。7時ぐらいから。そうなんだ。まだ上がってる。見える位置ねえか。まだ上がりそう。ガマゴーリね。遊園地だよねラグーナって。花火なんかやってるんだ。たまに行く。皆さんよかったらね右下のナイス押してください。お願いします。
ほんと大雨の中お疲れ様です。ああ、A ちゃんありがとうね。 A ちゃん Thank you、 ありがとう。押したよ、ありがとうございます。よー、なめこじ。足臭いだろうね。そりゃそうじゃあまり見れないけど応援してます。あ、しーちゃんありがとうございます。01、俺が辛そうでかわいそうになるって、ありがとう。辛くないけどね、楽しいけどね、雨も楽しいけどね。息子と一緒に見てます。そんなぐちぐち言ってないよな、今日ぐちぐちも言ったけど、今日は結構前向きにやれたんじゃないかなと思ってるよ、うん、今日そんな言ってないけど、あんまり言うは言ってたけど、予定通りや。もうちょっとや。ナイスしに来た、ありがとうございます。十時に行けるかな。怒らない方が。今日はあんま怒ってないよね。もう言われ慣れてるっていうのもあるよ。雑魚とかね、ずっと言われてたからね、言われ慣れましたよ。4キロか5キロぐらい、ちょっと話題されます。すいません、増えてる、少しずつ増えてます。ちょっと昨日のナイスは超えたいんだけどな。昨日よりは
村まであと4キロ。今なんかうどん屋出てきた。どうも、これ。あ、ありがとうございます、みーちゃん。メガホンありがとうございます。200個でかいよ、メガホン。